読売新聞社は8から10日、全国世論調査を実施した。安倍内閣の支持率は 53% で、第4次安倍内閣発足直後の前回調査、11月1から2日の 52% からほぼ横ばい。不支持率は 36%、前回 40% でやや下がった。